アルファさんちロゴだ。アルファさんちロゴですか。おいこら、家燃やすぞ。やな、家燃やすぞ。ほら、馬盗んでやるかい。あれどこだ。ほらほらほら、あげんかい。ほら、おい馬盗んでやるかい。俺の19000スクラップで買った馬。いや放置されてたんでご飯食べさせてきましたよ。あは、おい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 、将軍急にいなくなるからさ。いなくなってないよ。急にいなくなるからやべえと思ってさ。確かに、ちょ 俺も馬の餌でいいんでしょ。飯もらってもいいですか。なんかお腹すいちゃった。ありがとうございます。あ、ちょっとちょっと録音してもらうか。なんか録音してもらうか。ちょ、ファンタ、ファンタなんか録音してこれ。何を録音したらいいんだ。なんか一番自信あるやつ。これは誰、あ、なるほど。じゃあ撮ってくるわ。頼んだぞ。カセット。今さ、うん、撮りたくてさ、ちょっと社会のやつ撮りたかったんだよ。俺のやつを撮りたい。やべ、でも脚本家いないとダメだよ。そうだね。いや俺は声売らないから早っ。ダメだよ、帰ってくんの。ちょっとクイズ出して。クイズ。じゃあクイズ、はい、録音しながら。はい、僕の名前を、僕の名前は何でしょう。スタイリッシュルームの本名は何でしょう。関裕太。ちょっと何回も言ってて。なんか関裕太。あ、ごめん、録音してないっぽい。言い方いろいろ変えて。言い方いろいろ変えて。録音してちょっといろいろ。関裕太、関裕太。僕のスタイリッシュルームの本名は何でしょう。校長、これなんだ。これ大事ですよ、これ。今日ちょっとすげえ申し訳ないんですけど、まあ、レターが好きにはちょっとバックしますんで。ああ。クイズレコーダーを出そうとしてるんですよ。その、回答1のあれになってほしいんです。いいですか。すみませんが。回答例の一つになってほしい。いいですか。なんか全然よくわからん。お願いします。いや、そっちで録音しよう。あ、わかんなくても大丈夫です。スタイリッシュルームの本名、いろいろ言い方ちょっと変えてくださいね。ビシッとしたやつとか。はい、怠けたやつとか。はい、スタイリッシュルームの本名は何でしょう。関裕太。関裕太。関裕太。あ、死んじゃった。関さん。関。一回今ので。ちょっと待って。なんだ。ちょ俺の前で流さないで。ちょ、恥ずかしいから。おい、出してくれ。おい出してくれ。おい、この音で俺の声をかき消す。つうか俺の馬どこ行ったんだよ。ちょっと開けてください。でファンタも帰ってこねえし。バグっちゃってる。もういいよ。ちょバグっちゃって。いやファンタ録音してるんですよ。だからファンタは戻ってくるまではだって暇じゃないっすよ。暇じゃないっす。覚えてない。ちっちゃい、ちっちゃい。でもちっちゃいのはしょうがない。いや、しょうがないよ、もうそれは。ちっちゃいよ。できるって言ってよ。いや怖い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 よ。ファンタだって、ファンタが戻ってこねえもん、どうせ。いやファンタ、お願いだって。いやもう言う、あ、ちょっと待って、ほら呼び出し来ちゃった。頭かゆいし、もうなんか、また行くわ。じゃあもう、またありがとうございます。発せダメじゃんこれ。ひどいな。でもこれ普通にラスト内で販売して売るより、リアルで販売した方が売れるんじゃないか。リアルでももうやってんのかな。ここまであからさまにはでも書いてないか。あ、もうやってんだ。いや別になんか悪意ないですよ。需要があれば何でも、別に犯罪じゃなければ何でもやっていいと思いますよ、僕は。いいな、そういうのは、そういうなんかボイスとかができる。いやでも男はそんなにか。男はちょっとピンポイントすぎか。需要が。BL ボイス1万で売られてた。いや、ちょっと俺 BL だけは、
やってる人たちは別にそれはそれでいいと思うけど、あれだ、個人的に生理的に無理だ、聞いたりするのは。でもさ、俺今思ったらなんだけどさ、なんか関さんがさ、俺の名前叫んでくれみたいなこと言ってたのさ、何あれ、あれさ、だからその音だけ収録して、その騙して何個か収録した後にそのテープで流してるのをまた別のテープで組み合わせてなんか作るつもりだったんじゃないか、あれやってるわ、切り張りして捏造じゃねえか、とんでもないぞ、訴えたら勝てる、天罰が下って風邪ひいてる。